ですか。秋、どんな秋ですか。いや、僕食べること大好きなんで、食欲の秋かなっていうのはすごい思います。中でも今なんですか、栗が美味しいじゃないですか。あ、そうですね。栗が美味しいし、甘いものも好きなんで、なんかこうモンブランみたいなもの食べたいな。ああ、いいですね。もう思ってますね。なるほど。そのノリで行くと、カホヤンは何食べたらいいですか。私ですか。そのノリで行くと、スイートポテトですね。あ、スイートポテト美味しいですもんね。さつまいもちょうど時期ですから。そうです。ね、美味しいですもんね。いいですよね。私最近お菓子作りにハマってるんで、ちょっとスイートポテトもできれば作りたいなと。あ、いいじゃないですか、お菓子作り。いいですよね。じゃあ、ね、女子力上がるじゃないですか、お菓子作りって。上がります。ね、やっぱ女子力って上げて損はないですから、どんどん上げていったらいいんじゃないかなって。上げたいですね。はい。いや、まあ、上げていったらいいんじゃないでしょうか。はい。僕はいいと思います、それも。ありがとうございます。で、俺はモンブランが食べたくて、スイートポテトが食べたくてって両方甘いもんやね。そうですね。甘いもんやし、甘いもんって砂糖使ってますよね。そうです ね。じゃあそんな砂糖みたいに日常にちょこっと加えたいような曲を今日持ってきました。聴いてください、シュガー。
ました。島田君も思い出します。